はい、来ました。AK12GL チェリー。なんか3日分当たったんでね、せっかくなんで、使っていきましょう。マップはマップブラストか。ブラストのチームデスマッチ。150キル。さあ、早速始めていきましょう。ショット一発の武器。赤点が左に見えてるんで、左を攻めていく。味方がやってくれた。もう一人と危ねえ。びっくりした。で、階段上がってきたところ。はい、1人、2人、で、3人。あ、いかなかった。3人目、落としてしまいました。さあ、そんな感じでね、ヘッドショット一発の威力の強さを相手に押し付けていく。まあ、12はね、ヘッドショット一撃武器の中でも結構扱いにくい、個人的には。さあ、一発当てて。ちょっとね、上の方に当たるんだよね。わかんないもんね。これ47とかの方が、正直。さあ、なんと、まあ、今のがね、もう、威力のね、強さを生かした。同時同時だったら絶対勝ってしまうっていうね。さあ、左、あ、見られた。左から出てきて、右かな？あ、左か、やっぱり。さあ、真ん中から入って、おっと、手前にいる。さあ、頭、打っていく。で、どっから出てくるかわかんない。全方位注意。全方位注意。180度。青くやってくれて、俺は何を言ってるんだ、さっきから。で、この階段の下ね、注意しといた方がいいね。出てきたやつを、ちょっとしていく。さあ、左。射撃してるぞ。さあ、もう一人頭打って。右から、あ、右か、右かつか、真ん中。真ん中から頭を取っていく。もう一人。リロードして、さあ、ゆっくり。頭を狙っていく。ほぼヘッドショット出してるね。最近ね、この武器でも 50% 以上は維持できているんで、なかなか敵に打ち勝つことはできて楽です。ピンク色。このアタッチメントもピンク色なのがちょっと面白いよね。さあ、グレネード適当に打って、敵がいない。いや、ここ。赤点いっぱいいるな。今いた。味方がやってくれた。さあ、こっち。おっと、手前。同時でいいや。あ、もう一人いた。音がね、リロードしてるね。さあ、ゆっくり入ってくるのが、目に見えてるんで、こうやって頭を打っていく。今度左。左の方いるね。あ、奥。ちょっとしゃがんで頭だけ出して、ゆっくり、頭抜かれてしまった。この辺がラインかな。おっと、アシスト。お、味方のアシスト。おっと、スナイプ。そういえば、なんかスチーム版ブラックスクワットになってからハンドガンを一回も変えてないんだよな。ハンドガンとかって強いのあんのかな。なんかあのグロックで全然いいやと思ってたから、あれずっと使ってんだけど。なんかデザートイーグルとか、なんだあの、なんかリボルバーみたいな銃とかもあったよね。あれとかもちょっと気になるんだよな。あれ使って、ヘッドショット縛りでプレイとか、してみようかな。あとはなんか HK。ヘッキラー系のハンドガンが1個あった気がするな。あれとかも、ね、なんか、あんまりグロック変わんないのかなと思って。あれなんかヘッドショットが全然出ないぞ。ようやく1ヘッドショット。リロードして。右のやつ。ああ、間に合わない。ああいうね、近距離のドラッグショットは結構得意なんだけど、リロードが終わってなかったかな。もう見えた。味方がやったかな。さあ、相手陣地まで侵入していきます。ここなんだよね。稼ぎどころ。見られた。さあ、出てくるっしょ。お、警戒してる。出てこない。さあ、奥、ゆっくりヘッドショットしていく。おっと、さあ、来い。1人。さあ、2人。3人。3人行かないグレネードで爆死していく。
あ、屋根か。完全に屋根か。適当すぎた。おっと？もう。どうしよう。どこ見ようかな。階段下は見てくれてるんで。あ、痛い痛い。で、上から覗いて打っていく。どっち？あ、後ろか。そこも一人いたね。さあ、8番から。あ、奥いるのね。奥ちょっとやっておこうかな。さあ、左向いて。もう一人。おっと、これ頭抜けない。今のは悔しいね。あ、つうか、1位じゃないし。ちょっと悠長にやってる場合ではないな。さあ、二人やって、9発か。一応リロードして、1体が、ここでリロード。おっと？今のカッティングパイのやり方はちょっと雑すぎたな。あ、左いる。左の赤点が。で、おっと、左、ここにあって、青く二人いる。しゃがんでるから、ちょっと出して。もう一人いるかな？はい、頭打っていく。もう一人。あ、これダメ。今確実に頭打ったと思ったんだけどな。ちょっと残念。真ん中制圧してない。よし、頭抜いて。左赤点、右にも。結構やばいな、これ。どうしよう。あー、来た来た来た。一人やって、多分階段下にもいるんで、グレネードを投げて、左のやつ、頭打っていく。おっと、動物になってしまった。よし。で、奥。あー、ダメか。カボールにヘッドショットされてる。奥の赤点。やべ。制圧されそう。左。階段下、いない。左のロング、見て、いないこと確認して。おっと、いるいるいる。あー、味方ナイス。よし。頭打ってく。102対150、結構余裕あって、勝つことができたかな。やっぱ頭、一発のね、AK12、強いですけど、まだまだ扱いが難しいですね。はい、そんな感じで。ちょっとね、次ハンドガン使っていきましょうか。まあ、持ってないんだけどね、まだ。